ムーンウォーク世界大会開催会プレゼンツ、コリスタ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 ムーンウォーク世界大会開催会プレゼンツ、コリスタ。はい、ということで、ここからは、ゲストの登場でございます。本日のゲストは、この後の番組の放送の、この方でございます。卓球でプロファイリングのまさコーチに来ていただきました。さあ、まさコーチというかですね、私たちの間はね、まさコーチじゃなくてウーロンって言ってるんですよね。そうですね、あのウーロンさんはですね、あのラッパーでございますからね、あの皆さん卓球のコーチって思ってますけど、彼実はね、ラッパーですから。ラッパーですよね。はい、はい、あのなんか昔一回あの卓球をやってらっしゃったじゃないですか、はい、で、あの当時ラッパーをすごいやってる時に、うん、私があのあれ、ウーロンって昔卓球やってたのってびっくりしたじゃないですか、こっちが、はい、でその時にね、あのウーロンこう言ってました、うん、いやもうね、ちょっと卓球とかマジマイナーで、うん、もうやってらんないですよって言ってたよね。本当ですか？言ってましたよね。マジか。それがなんかね、気づいたらなんかもうすでに卓球のコーチになってて、うん、どうなっちゃったのかなみたいな。なるほど。はい、あ今でもね、結構卓球で結構有名じゃないですか。そうですね。はい、なんかね、あの全国の選手とかもね、はい、育ててらっしゃるんですけど、はい、はい、なんかその、あのご自分のちょっとこうプロフィールをちょっと自分で紹介していただけると。自分のプロフィール。まあ僕はですね、まあ、3歳から卓球始めまして、でずっと競技生活を続けて、はい、で中学校の時に一回ぐれちゃって、でそこからラッパーの道に進むわけですね、はいはいはい、でその時は卓球一回やめてて、はい、で15、6から、まあ、21歳、2歳ぐらいまでラッパーしてたんですね、はい、でその後にあのまたいろいろあって、はい、卓球のコーチとして、はいはい、あの卓球界に戻ってくるんですけど、はい、で今はあの ARI 卓球スタジオという相模原駅の近くにある卓球スタジオを、まあ、代表として経営しておりまして、そこでいろいろ選手を育成しているっていう流れなんですけど、はい、ああそうなんですね。で則野さんと出会ったのはそのラッパー時代、はい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 、何が出会いだったのかな。あれもう相当前ですよね。もう15年とか前になるんですですよね。あのラリアットっていうね、はい、あのすごいあの相模原で有名なね、あのイベントをやってました。ダンスイベント。そうですね。はい、まあ、その前にはね、結構あの若い世代と、まあ、私なんかもイベントやってましたけどね、そうそうそう、だんだんこうね、あのウーロンの世代に移ってってみたいな感じでしたもんね。そうそうで、はい、当時のその仲間内が結構相模原でダンス部みたいなのがあって、はいはい、そういうのやってた時に、そのダンスの発表する場がないからダンスイベントを やりたいななんていう話をちょっと小耳に挟みまして、はいはい、で僕当時そのラッパーやってて、で相模原にちょっとまだクラブいっぱいあったから、あ、ありましたね。なんでそこでちょっとじゃあダンスイベントやろうかっていう話で、まあ、いろんな高校とか、まあ、あとは結構ストリートでもダンス、はいはい、みんな踊ってたんですよ ね、公園とか、うんうん、でそういうのをちょっと声かけてダンスイベントやった時に、確か何だっけ、一人でできるダンスを呼びたいなって、すごい有名というか、すごくあのチャンプル流行った時代初の、そうだね、そのチャンプルがね。でそこググってったら、あのノリンゴっていう重鎮がいるぞで橋本の駅のところに行ったら教えてる人いるから、その人に挨拶行った方がいいんだよ、はいはい、だって俺多分会いに行ったんだよ。あ、なんかね、声かけましたね。はい、声かけてくれてね、はいはい、それでそこからあのいろいろゲストを紹介していただいたりとか、はい、実際出演何度もそうでね、していただいて、はい、いいイベントでしたもんね。っていうか ARI 卓球スタジオのオープニングでも踊っていただいて、はい、あの呼びつけられましたからちょっと来てくれるみたいなあ、行きますみたいな行ってみたらなぜか卓球場だったみたいなそんな感じでしたよね。でも今もあの一人でできるもんさんが相模原の一人でできるもんレッスン、相模原レッスンというのを、ね、はい、未だに継続してやってる。あ、やってらっしゃるんだ、ね、卓球場でやってくださって、はい、あそうですね、あの前回ぐらいにね、一人でくもさんあのゲストちょっと出ていただいたんですけど、はい、あのね、結構ね、相模原さん仲良くね、やってらっしゃいますもんね。はい、はい、そんな感じなんです、ね、もうあの時から、ね、卓球スタジオずっとやってるんですもんね。やってます、うん、私もう見た瞬間に、あ、持って1年だなとか思ってたんですけど、いや、どうですか、みんながそう言われたし僕自身も、もう本当にもう復帰したばっかだったんで、うん、まあただ勢いとかエネルギーがあったんで、はいはいはい、でダンスイベントとかをいろいろ盛り上げていく中で、はい、結構あれ盛り上がったじゃないですか。あ、確かに確かに。でもともとダンスもマイナーでしたよね、その相模原としては。すげえマイナーですよ、うん、それがなんかこうやった時に200人とか300人とか、最後ラリアットファイナルってイベント開いてもう600人ぐらい、ね、結構優秀でしたもんね、はい、優秀できたりとかして、うん、あ、盛り上げられると思って、うん、でさっきも言ったけど、その卓球ってマイナーっていうのは確かに言ったかもしれないけど、うん、メジャーにしたいなと思って、うん、で YouTube 活動したりとか、うんね、やってますもんね。そういうのも含めていろいろコーチとしてもパフォーマーと卓球パフォーマーとしても
活動させていただいて、うん、で今回オリンピックで金メダル、ね、すごいですよね、あれ。でもこのなぎのぼりね、うなぎのぼりまさかのおかげなのおかげなのかな、流れなのかないやだけど卓球あることすごいですよね、はい、なんかね、あの 前ちょっとねお話しさせてもらったけど、あのラバーとかもね結構なんか大変なんですよね、あの、なんかこう細工したりとかってあるじゃないですか。卓球やったことあります？その二人は遊びでやったことあります。ちょっとごめん、ごめんね、ごめんごめん、誰？そっちからしても僕誰ですか？あ、そうでしたか。そうでしたか。僕今、間違いじゃないかなと思ってた。あ、間違いなく間違いです。そうなんです。あの、これ、コリスタチャンネルっていう番組で、はい、コリスタのね、メンバーなんですよ。なるほど。そういうイメージなんですね。卓球、どういうイメージですか、卓球っていうと。よく遊びでやるイメージ。遊び、あの例えば卓球やってる人とかバスケットやってる人とかサッカーやってる人とかいろいろいるじゃないですか。はい。で卓球やってる人かっこいいなと思います。あ、思います。おお、すごい。なんかね、うちらのこう昭和の頃って卓球やってるのなんかこうネクラだなというかっていうイメージだったんじゃない、はい、でもあの桑原愛ちゃんが出てきて、ああ今愛ちゃんですね、はい、あの愛ちゃんが出てきてすごいイメージが変わったじゃないですか、はいはい、で水谷選手とかこう出てきてね、はい、なんか卓球がこうなんかこうイケメンみたいなイメージじゃんね今、あね、こう卓球講師なんで、あれ降って吹いていけないんだっけ、降って吹いていけなくなりましたね、今コロナ禍なんで。ああ、そういうことじゃないと、あのみんな結構降ってやって温めてるんですね、ボールを。あ、はいはいはい、じゃあ、あれだもんね、やりながら、あいつプロになったら次の予定勝てるなって。そういうの楽しい。あの、放送的に大丈夫ですか？いやいや、ここはあの、岩崎さんカットしかいない、いない、岩崎さんがいない。いないぞ、みたいな。はい、そうですね。あ、じゃあ、イメージちょっと、いい感じですか、卓球。かっこいい感じが。おー、すごい。それはやっぱ、ウーロンさんのおかげでございます。ウーロンさんのおかげでございますよ。さすがですね。あれ、あの、卓球やりますか？クラブで。お、クラブ、クラブ、あの、あ、クラブね、うん、うちはクラブだからね、そうです。クラブとクラブちょっと違うんだよね。なんかあのクラブとかって行ったことあります？あ、行ったことないよね。クラブ自体が今行けないもんね。そうですね、まあ、ダンススタジオ、ん、お、それダンスクラブだよね。ダンスクラブ。クラブとクラブの違いがみんなわかんないね。多分そうですよ、ね、うん、あのなんかほら、あのディスコって知ってる？ビスコは食べ物だけど、それ。ビスコは僕の世代でもないですから。俺の世代でもちょっとないですけど。今の子たちはそうですよ、ディスコとビスコの違いが分かんないみたいな感じだね、これ。なんかクラブっていうのがあってですね、ステップじゃないからね。それクラブってちょっと待って。今どうなんですか、そのダンスシーンっていうのは。あ、どう、あ、今でもね、やっぱね、学校のやっぱね、部活がやっぱね、すごい、こう。そうですよね。高校ダンス部の大会がやっぱ主で、なんかね、高校のダンス部の段階でも、あの部活ではやるけど、なんかそのクラブとかで踊るっていうのは意外と少なかったりとかね。なるほど。うん、前は学校でダンスっていうのは本当に文化祭で得意な人がちょっと出るかなぐらいですよね。そうそうそう。今も逆だもんね。あ、もうそれが普通にみんな触れてる感じ、うん、そんな感じなんですよ。ね、だからなんかね、あの、なんか逆にだからこう外でダンス教えてる先生は大変みたいね、みんな部活で済んじゃうから。なるほど、うんうん、僕だから初めてダンスを歌ったの盆踊りとか、うん、よさこいとか、あ、え、こうやってダンスを歌ったの、よこいしょどこいしょみたいなやつとか、はいはい、あ、なんちゅうソーランとかなんか、そうそうそう、うんうん、そういうのでダンスっていうのを触れたっていう感じじゃないですか、ね、盆踊りとか、はい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 、今だから小学生はこういう音楽で、今流行りの音楽で踊るっていうのが主ってことです、うん、あれ卓球は何で始めたんですか、卓球。え？いやいやいや、なんで卓球始めたきっかけは、なんで卓球卓球始めたきっかけは、僕だからその3歳の時に始めた、要は物心ついた時からやって、家族がみんな卓球、あ、卓球か、ああ。だからもう気づいたら卓球やってた、うん、すごい。学校行って、ご飯食べて、うん、卓球やって、帰ってきて、まあ、宿題やって寝るみたいな。あ、で気づいたら、いや、みんなだから、そういうルーティンあるじゃないですか。その中に卓球がもうそもそも組み込まれてる。あ、そういうことなんだ。はい、なんでやってるかわかんない。なんで僕しかやってないんだろうってぐらい。ああ、そういう感じ、はい、あ、そうなんで、学校行ってみたら、あれ、なんかみんな卓球ってのやってねえなみたいな。そうそうそう。そんなノリなんだ。僕しかやってない。あ、そうなんだ。あらあら。そんな時代。そんな時代。え、じゃあ卓球めちゃくちゃマイナーだったんですか、ね、いや、だから僕、神奈川県予選、小学校の時、はい、あの、1位取ったことあるんですけど、あの、参加人数が2人とかでした、ね。え、参加人数2人？そう、全国大会。じゃあ、優勝か準優勝かしかいない。そう、だから出たらもう予選通過だったんです。えぇ、ー
そう、今やもう100人、200人ですよね、出てますけど、うん、今だってもうめちゃくちゃ大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変、うん、でもそれぐらい変わってきてる。すごいですよ、うん、もうね、私から見たら卓球って言ったらね、あのネタで口から出すみたいなそれがこいつなんだけどね。いやいや、全然怒らない、全然怒らない。だからいつも卓球の球何で使うかなとかね、かそういうふうに結構ね、ポンって出してたりしてましたよね。出してました、今もやってます。今もやってます。でもね、あのコロナ禍になってからダメなんです、口から出すから。そうなんです、マスクしてるから出そうと思ってクルクルしたみたいなそんなそんなのに、あのコロナになって卓球なんかこう環境って変わりました？そうですね、ルール的にあのチェンジコートがなくなったりとか、ハンドチェンジっていうか、それがなくなったりとか、あとはその握手ももちろんできないし、はいはいはい、ラケット交換って試合する前にラケットがお互いに見せ合って、うん、まあ、こういうあのラケットで戦いますね、見せなきゃいけないんですよ、はいはい、ルール上で。でそれも今はこう交換なし、申告っていう形になって、あれこう見たりした時に、うん、あれなんかこのラケットおかしくねとか分かるんですか？おかしくねえかどうかっていうのは、またちょっと不正かどうかっていうのはまたちょっと審判とかそういった方になるんですけど、大体、うん、交換してこの人はこれぐらいの強さだなとか、ああこの人はこういう技術を使ってくれるなって分かります。ラケットで分かります。どういうルーツが分かります。え、これ見たらこう、じゃあフールのラケットを見る人が見たら、あ、こいつちょっとラッパだったなそういうルーツじゃねえそのルーツじゃねえの人生のルーツじゃなくて練習の環境とか、そっち、ね、どういうスタイルかっていう話。あ、そっちの、そっちのルーツね。そうそうそう、家族構成とかわかんない。さすがにわかんない、わかんない。あ、そう、こいつちょっとこう、それはでしょ、わかってる、すごいでしょ、ね、やべえそっちで入れる、こうやるから、こいつ将来肝臓悪そうなのかなとか何歳で結婚しましたのかな、こうやりながら、お前ちょっと今やばいぞ肝臓みたいなそういうことじゃない、そういうことじゃない、試合に関係してるんですよね。あ、なるほどね、なんか、はい、あ、こいつちょっとこうなんかスピンかけてくるな。そうそうそう、で、そんなの分かるんですか？分かります。やっぱ ラバーのその使ってる用具によって、うん、そのスタイルが決まってるんで、要は、はい、強打する人はこういうラバー使うとか、はい、守る人はこういうラバー使うとか、カットを使う人はこういうラバー使うっていうのが大体決まってるんでそれ見て分かるっていう。ラバーってなんか、はい、なんかよく私たちがこう、なんだろう、遊びで使うラバー、うん、剥がれてくるじゃないですか。剥がれますね。あれなんかこう接着剤とかでよく不正があるとか、なんか新聞とかたまに出てるんですけど。あ、ありますあります。なんか接着剤で変わるんですか？接着剤に不正があるんじゃなくて、接着剤塗る前になんかそのオイルみたいなの塗るんですよ。え、オイル？オイル。あ、オイル。オイルじゃねえ。あれ、進まねえ。あ、ちいち進まねえ。何、オイル、どんなオイル？え補助剤って言って、ボールを弾ませる、補助剤っていうのオイルがあるんですよ、油が、はい。で、それを塗って、もう、普通のラバーよりも弾むラバーに変えることができるんですね。はい、はい、要はミニ四駆とかでも、はいはい、結構こうなんかカスタムして速くしたり、はいはい、モーター変えたりとか、はいはい、まあ、そういうニュアンスで、はい、結構こう変えることができる、はいはいはい、で昔それ OK だったんです。え、か変えるのは、はい、はいはい、OK だったんだけど、それが要はその公平じゃないか、うんうん、マシで、まあ、マシになったと、はいはい、だけど未だにそれをやってる人がいる。まだ検知することできない、はいはい、買っちゃってるんで、だからそれを逃れてやってるって水谷選手が一回動くことしたんです、ね、はいはいはい、はい、でそういう感じで不正っていうのは一応まだある。おお、あれなんか不正したりするとなんか結構やっぱ影響するんですか？変わる、全然違いますね。あ、そう、球が強くなったり強くなったり、音も全然違うし、回転も全然違うし、え、音？音、カキンカキンってなるんですよ。いやいや、急だよね、それ。そうそうそう、金属音がしちゃうんです。っていうか、お前ラバーの中に金属入れてるんですか？そう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 。本当にそれぐらい違うって、もうみんなわかるんです。僕も聞いてて、あ、もう塗ってんなっていうのはわかるんですけど、でも、要は実証できないから、あ、だから、もうそれがまかり通っちゃってるっていう事実が一応ある。なんかね、水谷選手が、なんかその不正は絶対ダメだみたいなね、そう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 言ってるんですけど、なかなか変わらないっていう現状ね。まだまだです、ね、じゃあウーロンも試合の時にこう塗らねえ生徒で、お前な、お前な、ちょっとな、ちょっと貸してみ、この名前これで塗るといいぞみたいな不正は教えない、教えない。ちゃんとルールブックにのっとって、うん、正々堂々と戦う男がウーロンです。でウーロンじゃない、マサコですね。あ、まだコーチ、さっきから。あ、じゃあウーロンは違うよね。ウーロンじゃないから。あ、まだコーチはそうしてるし、ウーロンは不正教えるかもしれない俺
おい、ウーロン。これクラブでね、おい、この接着剤がやると反発違うぜ、みたいな。飛ぶぞ、つって。飛ぶぞ、つって。ちなみに飛んじゃってるから、これ。はい、まあそんなね、こんなで、まだコーチに来ていただいてますけども。全然喋ってない。いいんです。全然喋らせないんです。大丈夫。この子たちは喋らせないんです。そうですよね。はい、じゃあ最後に、ね、じゃあ、質問、ゆうみさんから質問。はい、はい、どうぞ。喋らしたと思ったらいきなり質問って言われてももうちょっと入りやすいなって欲しいですか、はい、でこのね間が面白いんですけれども、ね、はい、卓球やっててなんか疑問に思ったこととかってないですか？ない質問下手くそね。やってないだから全然やってないって言ってたんでやってないね。ね、わかりました。わかりました。もうちょっとなんか。はい、ということで時間切れになります。さあ、それではここで、卓球のマサコーチのおすすめの曲をご紹介したいと思います。はい、じゃあ、まあ、せっかくなんで、僕がそのウーロン時代ですね、はい、まあ、14、5年前になりますかね、はい、その時当時クラブで、まあ、森山さんも聞いたことあるのかな、はい、歌ってました、はい、ウーロンでハンズという曲です。はい。はい、どうぞ。じゃあ、ウーロンさんから今日、この収録日、私の誕生日でございまして、誕生日の、プレゼントをいただきました。すいません。じゃあ、これ、お誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、ちなみに、ラバーの接着剤じゃないですか？違いますか？塩キャラです。あ、塩キャラです。すみません。ありがとうございます。まさコーチでした。この後の番組で、また、まさコーチの、卓球プロファイリングの、放送がありますので、皆さん、ぜひ、お楽しみください。はい、それでは、まさコーチでした。ありがとうございました。Thank you.